さあ皆さん、重大発表です。この度人間 TV アパレル始動いたします。ありがとうございます。もう早速我々身につけてるんですけども、あの古着好きな方はこれ見たらピンとくる方いらっしゃると思うんですが、もうズバリ言います、心霊ヴィンテージ。天野くん、これは、はい、いわゆるその軍物という、はい、 US アーミー、アメリカの陸軍が実際に使っているトレーニングジャケット、うん、はい、このボディを使ってぐるっと回っていただいて、じゃあどうだ、人間 TV のロゴを飛び落としてですね、これだけを、はい、なかなか手に入りづらいっていう。これ実際まだ今の軍隊も使ってるらしいんですよ、うん、使ってたものが払い下げ品として世の中に流れて古着屋にどんどん出回る、うん、その色のアーミーって書いてあるジャージは世の中いっぱい出回ってるんですけど、はい、うん、これはまだなかなか手に入らない。これがないっていう、意外とこれ極寒の時はあれだけどオールシーズン着れるっていう、いわゆるそのミルスペックって言われるんですけど、軍隊って、うん、国の莫大な予算が投じられて軍用規格っていう基準を通らないと製品として認められないんですよ。なるほど。じゃあ品質がもう保証できるっていう。まず絶対にこう破れにくい。すごい丈夫なんですよ、うん、これね。確かにね。確かに。結構着てもいろんなその環境に合うように、うん、その暑い場所、寒い場所でも両方とも湿度を逃がして、うん、で防寒性もあってっていう。すごいよね。うん、でこれが、メンバーシップの方、はい、にまず先行してこちらを購入することができるように。うん、これ何名様だっけ、実はですね、これがまず30着30少ないですね。かなりこれを調達するのが大変でして、本当になかなか皆さんにその適正な価格でお届けするようですね、うんうん、まだそれぐらいしか確保できていない。結構探してくれたもんね、天野くんね、はい、古着屋さんかっつーぐらい、ね、本州だけじゃなく沖縄でも探したって。沖縄でも探してくれてましたけども、なかなか手に入らないということで、うん、まず30名様。はい、かき集めました。はい。これをデザインしてくれてるのは、もう安倍さんのお知り合いでもある、はい、そうですね。世界でも有名なブランドのデザインに分けられている、うん、はい。そうですね。彼に。はい。ここに配置するフォトバランスとか、文字数とか、文字数とか、正式なロゴだと人間的にここにもさらに入ったりとか、あそうか、あえてもそぎ落としてデザインがいいんじゃないかと、いろんな打ち合わせをして、はい、この形に落ち着きました、はい、実際僕らもロケで、はい、ちょっと前から来てますよ ね、うん、ね、うん、まあ、実際来てて暗いところでもこの黄色が目立つ、いや確かに、うん、視認性もいいです、うん、やっぱりこういうあのアイデアっていうのも我々古着洋服が好きだからこそ生まれたっていう、はい、部分で自信を持って皆さんにお勧めできる商品でございます。でこちらですね、はい、こちらの長袖 T シャツ、はい、これもかなり新作じゃないですか。これもね、これがあの、7月新潟に行った時に、はい、まあ、メンバーシップご覧になった方覚えてらっしゃると思うんですけども、このロゴ、まあ、右利きなんですけども、あえて左手で書くようにして何回か書いてこの字体が選ばれてプリントしたものと、あと安倍さんがボンジと、これが光明信号、はい、光明信号を安倍さんが書いてくださって、で、Don't get lost、 これどういう意味でしたっけ、逃げるなというぶち込みました、こちらに。で、このね、あの最初、はい、これがあの完成品なんだけど、この前の作ったものが、はい、生地が全然違う、だいぶ作り直しましたね結構これもここに至るまでに数ヶ月かかりました、ね、そうなんだよね、はい、で、いざこうやって着てみると全然その生地感っていうか、そうですね、気持ち違うでしょ、うん、で、これもあの例 の、 そのブルース・ウェーバー、ブルース・ウェーバーって、まあ、古着の世界ではもう何十万円もしちゃうような、うん、トレーナーなんかに多いんだよ、 T シャツとかね、はい、T シャツとかトレーナーのそのデザインをオマージュしてるので、オマージュしたもの、白黒の写真にこういうピンクの文字が入るっていう、うん、世界で一番かっこいい古着って言われて、そうだよね、それをオマージュした、この写真もね、わざわざこのためだけに撮りに行った、そうですね、どっかのトンネルでしたっけね、そうです、そうです、はい、でもちゃんと心霊スポットですよね、そうそうそう、ちゃんとした、ただちょっとお時間を、うん、そうですね、発想まで少しお時間がかかります、はい、っていうのも、そのデザイナーさんが一枚一枚削りでやってまして、あ、そっか、シルクスクリーンというプリント方法を使ってまして、
版画みたいな型を作って、そこに一枚一枚削りで、まずこの写真を刷って、でその上にこの文字を、あと3回やるんですよ。そんな手間がかかってるんだ。そうするとこの色がやっと出るっていう。なるほど。でもやっぱりどうせ着るなら、自分らもかっこいいなと思って、そうですね。ね、思えるものを着たいな、そして皆さんにも提供したいなということで。はい。はい、でちなみにサイズ展開としては L、XL、M この3サイズ展開でやってます、うん、で色が白 と, ちょっと白と黒、黒、はい、2色ありますの で,、はい、で先ほどご紹介した、こちらの、ジャケットに関してはこれはワンサイズ、まあ、ミディアムレギュラーという容器なんですけども、古着なのでちょっと状態がものによっては、そうだね、多少傷だったり、まあ汚れというのなんかもちょっとね、ほころんでたりするけど、はい、これを、これは古着ならではの味として、そうなのよ、僕らはあえてこれを選んでますので、はい、まあ、検品であまりにもひどいものとかは全部外してるんですけど、まあそこはちょっと古着にご理解をいただける方に購入していただいた方がいいかなと、そうだね、傷や汚れなどは、ついているので、あらかじめご了承ください。まあ、強い男たちが着たものを身にまとうってことですから、とってもいいことだと思いますね。いいこと言ってくれますね、本当にもうその通りです、そうですね、皆さんもぜひお買い求めいただけたらと思います。買えるようになるのは、この次の動画で告知動画を出します、まずメンバーシップで、明日、先行販売させていただきまして、その1日ずれた明後日から、一般の皆さんにも、全員買えるような形でさせていただきますので、ちょっとこちらがその数が限られちゃうので、ね、そうですね、数量限定で申し訳ないんですけど、まず一旦メンバーシップの方を申請させていただいてと思っております、はい、言ってることとか口調がもう完全に古着屋だよね。完全に。ですか。まあそうなっちゃうよね。やっぱり自信を持ってるからこそ、はい、ここまで天野くんも皆さんにおすすめしてると思いますので。はい。まあ、そもそもね、僕も古着好きで古着チャンネルやって大好きですし、原さんももともと古着大好きだから。古着屋さんで働いてたって、はい。一瞬だけどもね。いまだに俺古着好きなんで、そうですね、50過ぎても古着屋さん行ってるんで。はい、安倍さんの私服でいつもミリタリー着てますね。そうですね、はい、安倍さんもね、みんな洋服好きっていう、はい、その男たちが生み出したこの、人間 TV のアパレルを皆さんぜひ楽しんでいただけたらと思います。